俺にぶつかって楽しいか？なんだ、助けておくれよ。とりあえず離れろ。今日シラバスとショップを開こうって約束してたんだ。でもいざ開こうとしたら商品の数が全然足りなくてさ、どうしようどうしよう。そろそろお客さんが来ちゃうよ。レアアイテムなのか？甘い黒豆を10個と杏仁豆腐を10個とアジアンマンゴーを10個とカラメルソースを10個と。なんか他のショップでも売ってそうじゃん。買って転売しろよ。じゃあ長谷尾、買い物分担しよう。は？なんで俺が？はい、お金。だからやらねえって。長谷尾はアジアンマンゴーとカラメルソースを後からここに来るシラバスに届けて。それじゃ頼んだよ。マジかよ。なんか頼まれちまったけど、仕方ねえな。今回だけ手伝ってやるか。アジアンマンゴー10個とカラメルソース10個を後から広場に来るシラバスに渡せばいいんだな。確かに受け取ったよ。ありがとう、長谷尾。あとはガスパーが来れば売り物が揃うよ。お前ら何やってんだ？ああ、長谷尾はやったことがないんだね。何を？チョップ。知ってると役に立つよ。説明しようか？別にいい。普通の PC のやってることも覚えておいた方がいいと思うけどな。それにしてもガスパーのやつ遅いな。どうしたんだろう。ショートメールが来て、どうもガスパーが迷ってるらしい。どこまで抜けてんだあいつは。探しに行かなくちゃ。言っとくけど俺は動かねえぞ。よかった、それじゃあよろしく。あ、僕がガスパーを探してる間、必
代わりに店番しててね。バカ言うな。探してる間ショップ閉めとけばいいだろう。それはできないよ。そろそろお得意さんが買いに来るし。だからって俺は関係ねえだろ。特に用事ないんでしょ。それとももしかして接客苦手？怖い？怖いわけねえだろ。じゃあ平気だね。ネットゲームでもマナーは大切だよ。挨拶をしっかりね。俺は小学生かよ。それじゃガスパーのとこ行ってくる。なんで俺がこんなこと。いらっしゃいませ。僕欲しいものがあって。おう、どれだよ。白たえぎくの花です。あります？一個だけあるか。 6000GP だな。うん、どうすんだ。買うのか買わねえのかどっちだ。お金足りない。足りない？それじゃ売れねえよ。こっちも店番任されてる身なんでね。きっちり商売しとかねえと。欲しいもんがあるならちゃんと貯金しときな。貯めてたんだけどなくなっちゃったみたい。なくなったって。自分の金なら使い道くらい覚えてるだろう。わかんないよ。昨日までサクの番だったもの。サクの番？サクはお姉ちゃんだよ。この PC昨日までサクが使ってた。要するにお前ら一つの PC を兄弟で交互に使ってるわけか。うん。そんでお前が貯めてた金を姉ちゃんが使い込んじまったと。ひでえ姉ちゃんだな。うん、いいの。どうせサクの誕生日にプレゼントを買うつもりだったから。誕生日？双子だから僕の誕生日でもあるんだけど。誕生日か。仕方ねえな。負けてやるよ。本当にいいの？ああ、姉ちゃんによろしくな。うん、ありがとう。僕ボーって言うんだ。足りない分きっと返すからね、ハセお兄ちゃん。サクとボーで、サクボーか。こんにちは。いらっしゃいませ。お前なんか意外ですね。長谷尾さんって絶対こういうことをしないタイプだと思ってたのに。あ、でもさっきの挨拶なんか笑顔が様になってましたよ。実はリアルで接客業してたりして、バイトでコンビニ店員さんとか。うっさいな。買う気がないならあっち行けよ。失礼ですね。買いますよ。ちゃんとショップどんぐりに貢献しますから。全然嬉しくねえのはなんでだろうな。ねね、どれがおすすめなんですか？ほらね、ギルドショップってやつはなかなか品揃えがいいんだよ。うわあ、ほんとだ。 NPC ショップより全然安いですね。
本当は君たちを連れてきたくはなかったんだけどね。どうして？だって君たちの目が俺以外のものに釘付けになってしまうじゃないか。俺は1分1秒でも長く君たちの目を独占していたいんでね。ヤン君様、心配しなくてもローズの目に映るのはクーン様だけです。ああ、そんなに情熱的な目で見ないでおくれ。君たちの美しい視線に縛られ…しゃ、しば…し、しば、しば、し、しば…しばらくぶりだね、ハセオくん。なにがハセオくんだ。随分とお楽しみだな、クーン様。いや、これは、その、つまり…俺は急いでるって言っただろ。言ったかな。てめえが女とイチャイチャしてる間に、俺はな、クーン様、早く遊びに行きましょうよ。マスターだ。クーンさんってすごい人気ですね。ああ、うん、わかった。後でみんなにメールするから。じゃあそういうことで。おい、それじゃあクーンはもともとお前らのギルドマスターだったのか。ギルド名のカナードは飛行機の安定翼のことなんだ。初めてザワールドにやってきたプレイヤーがゲームを安心して楽しむための支えになる。僕らのギルド名にはそんなクーンさんの思いが込められてる。迷子になってたオイラを助けてくれたのはクーンさんだった。僕らにいろいろと遊び方を教えてくれた。ほら、何事も初めが肝心って言うじゃん。あの頃にクーンさんに会ってなかったらきっと僕らこうしてプレイしてないと思う。俺はどうなんだろう。初めてプレイした日に PK されてなければ、オーバンに出会っていなければ、シノに出会ってなければ、トライエッジに出会わなければ、こいつらみたいに笑えたんだろうか。ハセオ、どうかした？いや、クーンさんがいなくなってカナードをまとめる人がいなくなっちゃったんだよね。なんでクーンはカナードを抜けたんだ？よくわからないけど、巻き込むことになるからって。ふん、俺はてっきり女遊びが過ぎて退団させられたのかと思ったぜ。ああ、あれはクーンさんの病気だから、気にしてたらついていけないよ。なるほど、病気か。クーンさん病気なんですか？病気って心配するようなもんじゃないんだけど。お前まだいたのかよ。さっきからずっといましたよね。俺の資格に立つのはやめろ。へえ、ここが死の教師さんの資格なんですか。まあまあ、あ、それよりハセオ、店番ありがとう。ろくな商売にならなかったけどな。そんなことないよ。そうそう、ハセオさんたらね、お店でこんなことがあったんですよ。何こそこそチャットしてんだ。お、小さい男の子に誕生日のプレゼントか。ハセオいいとこあるな。いいやつだな。この女、ベラベラいらんことね。誰でも本当は誰かに優しくしてあげたいんです。ネットはリアルより自分の気持ちに素直になれる場所だと思うから。ねえハセオ、正式にカナードに入らない？は？
長谷尾、結構リーダーシップがあると思うんだよね。そりゃいい。ねえねえ、一緒にやろうよ。いいんじゃないですか、長谷尾さん。さっきの調子で。ふん、分かったよ。ただし、名簿にいるだけの幽霊部員だぞ。俺は忙しいんだ。それじゃあ、手続きに少し時間がかかるけど、後でメールが行くと思うから。じゃあ、よろしく。僕らのギルドマスター、長谷尾さん。わーい、長谷尾が新しいマスターだ。おめでとう、長谷尾さん。待て、なんだギルドマスターって。だから言ったじゃん、長谷尾はリーダーシップがあるって。あと、これは今日の店番のお礼、受け取って。それじゃ、またな。さてと、私も行かなくちゃ。行け、とっとと行け。今日はトレード詐欺にあった被害者たちの相談会を月の木で行うんです。長谷尾さんも参加しませんか。するか。それじゃ、失礼します。